い、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀樹です。今回の解説動画の振り付けはこちらです。今回はこの振り付けの解説をしていきますが、タップダンスの基礎や用語などを確認したい方は、以前ステップ解説動画や用語解説動画などを作っています。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご確認ください。後半では音に合わせて踊りますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。今回は右足スタンプから前に出て、スタンプとステップ戻って、ブラッシュホップステップ、ワンツースリーエンドファイブ、ファイブからファイブエンスリーセブン、ゆっくりステップシャッフル、ワンツースリーフォーファイブスリーセブンエイト、で反対、ワンツースリーフォーファイブ、このファイブから反対はファイブエンドシックス、ステップシャッフルホップ、ファイブエンドシックス、ステップ、ここでちょっとリズムチェンジね、3連が入ってきます。スイングになりますね、そこ気をつけて。ここまでゆっくりやってみましょう。ファイブ、シックス、セブン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ここまで一緒にやってみましょう。ファイブ、シックス、セブン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、スリーエイト目から少し移動しながら、スタンプシャッフルステップ、スタンプシャッフルステップ、2回やって少し移動します。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、ここからシャッフルステップヒル、シャッフルステップヒル、スタンプ、これね3連取ります。シャッフルステップヒルって4つの塊だからね、4連で取っちゃう場合があるんですけど、ちょっと難しいんですけど3連で取ってください。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、反対にスタンプして、ワン、ツー、回る準備、プレパレーション、スタンプ、スカフ、ボールチェンジ、スタンプ、ちょっとここまでゆっくり言いますね。せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、エンダース、セーター、セーター、エンダー、反対にワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、ここで元に戻る、セブン、スタンプ、リフ、エイ、最後リフヒール。リフで難しい人はね、スカフとかブラッシュでも構いません。リフはね、以前ね、解説動画作ってます。概要欄にリンクを貼っておきますのでね、わからない方はぜひそちらもご覧ください。それでは、3エイト目からつなげていきましょう。ファイブ、シックス、セブン。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、エンダー、シックス、エンダー、セブン、エンダー、エイ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、一緒にやってみましょう。ファイブ、シックス、セブン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、エンダー、シックス、エンダー、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。頭から通して行ってみましょう。ファイブ、シックス、セーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、エンダー、シックス、エンダー、セブン、一緒にやってみましょう。ファイブ、シックス、セブン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、エンス、セブン、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、エンス、セブン、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、エンス、セブン、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。今回はね、同じ最初のパターンからイーブンで取ったりスイングしたりね、リズムチェンジが入ってます。そういうところね、すごくね気をつけて
あれなんか違うと思って、だいぶねリズムチェンジでね、リズムが変わってる場合がありますね。ベースの音から急にタタタタタが急にタッタタッタタとか、もしくは3連とかね4連とかいろいろありますけど、リズムが、ね、変わってるところをしっかりと自分もそうですけど相手に分かるように、ね、伝えるように打ってあげてください。それではメトロノームに合わせてやってみましょう。右足から5、6、7、今度は左足から5、6、7。今度は反対向きになって一緒にやってみましょう。右足から5、6、7。左足から一緒にやってみましょう。右足から5、6、7。今度は左足から5、6、7。今度は反対向きになって一緒にやってみましょう。右足から5、6、7。今度は左足から一緒にやってみましょう。5、6、7。右足から5、6、7。今度は左足から5、6、7。一緒にやってみましょう。右足から5、6、7。今度は左足から5、6、7。
同じような動きからリズムチェンジを加えたコンビネーションを入れて、最後にターンステップからのリフで終わらせた入門基礎レベルの振り付けをお伝えしました。同じパターンいっぱい使ってます。そしてまた同じパターンなんだけどちょっと違うっていうところいっぱいあります。で組み合わせは、ね、無限大なのでぜひね見てこれを参考にしていただければ幸いです。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回動画でお会いしましょう。